はい、みーさんいらっしゃい。みーさん、あれだよね。頑張ってるよね、ふわっちで。なんだっけ、みーさんさ、FC2 かなんかで配信しなかった雑談で。俺、前来た、見たことあるんだよね。おい、にゃいらっしゃい。ゴルゴいらっしゃい。ネギシさんいらっしゃい。こんばんは。はい、どうもどうも。聞こえない。聞こえない。ごめんごめん。俺が設定ミスってた。外配信に切り替えるときね、マイクを切り替えないといけないんですよ。夜桜いいでしょ。ちょっとまだ咲いてるかもまだ確認してないんだけど、ね、見に行こう。東京の、俺がね、前住んでたところの夜桜がめっちゃ綺麗だから、歩いて30分ぐらいだからさ、前住んでたエリアに行く。めちゃめちゃ夜桜綺麗だよ。この辺かな。桜桜今咲き誇る。寒いね、ちょっとね。こんばんは。楽しんでて。夜桜見に行くよ、今から。刹那に散りゆく定めとし。ツイキャス半年か。どっかで見たことあるんだよね。ツイキャスで有名なものなのかな。どっかで見たことあるんですよ。ツイキャスかな、うん、なんか、ふわっちで見たとき、あ、この人顔見たことあると思って。もしよかったら仲良くしてください。寒いね。東京の夜景楽しみますか。新宿はこんな感じです。夜景は綺麗だよ。綺麗でしょ新宿。この時間が一番綺麗なんだよ。オフィス街がこう照らされてて、お、綺麗でしょ。画質いいかな、伝わってるかな。新宿は夕方からね、この時間綺麗だよ。そうだね、まずかったね。仲良くなろうね。よろしく。高橋さんいらっしゃい。完全に寝坊しちゃったよ。最近やってないよ。ネギスさんってさ、ニコ生主のネギスさん？違う？この前も聞いたけど、俺会ったことあるネギスさんかな。のんたんは寝てるって、体調悪いみたい。違うのかな？別のネギスさんなのかな？ネギスさんっていう生主さんがいて、そう。前にお世話になったことあるんだよね。別の人かな？ニコ生も半年やってないかな。ふわっち一本ですね。すいません。勘弁してください。ネギシさん、そのネギさんとは別です。あ、その方とは別なんだね。そうそう、漢字でネギシだから全く一緒だから。あ、同じ人なのかなと思って。別の方か。寒いね。
夜桜いいよね。ライトアップされてるかどうかが不安なんだけど、ライトアップされて映んなかったらごめんね。うん、そこは勘弁して。もしかしたら夜だから、その、なんつうの、公園とかじゃないんだよ。ローカルスポットの桜が超綺麗なところだから、咲いてないかもしんないし、ライトアップもされてないかもしんないから、そこだけ、ご了承ください。ありがとう、みーさん。頑張ります。また見に来てください。いや、喘息まだ完全には治ってないよ。完全には治ってない。うん、収まってる感じかな、薬が効いてて。まあ、調子悪いよ、まだ。もうちょいかかるかな。まだ咲いてねえかな。まだ桜咲いてねえかもしんないわ。今日は寝る。リスワン狙って12時ぐらいになっちゃうから、もう寝るよ。今日は放送12時まで、明日も仕事だし。掛け事します？たまにパチンコ行ったりしますね。つぼみあるか、どうだろうね。まあいい桜が見れるかどうかはわかんないですけど、もしよかったら綺麗な桜が見れたら嬉しいですね。え？寒いよ。はい、ワード2。
お、バタフライテールか。お、なんだ。カエルか。バタフライテールいらっしゃい。ハートプレゼントありがとう。ありがとう。まだ咲いてないかな、これもしかしたら。まだ咲いてねえかもしんねえわ。こんばんは。え？こんばんは何？夜桜、うん。もし映んなかったりとかさ、咲いてなかったりしたらごめんね。ちらほら、出勤中とか咲いてるから、多分これ桜だよね。これ桜？これ。これ桜？これ別の花かな？すごい絶景なところがあるんだよ。これ誰、これ桜かな、どうなんだろう。これ東京だよ、新宿。これ桜じゃないよね、これは。これ綺麗な花だね。これ綺麗な花だわ。これなんて花なんだろう、うん、これは咲いてるけど、これはね、ちらほら咲いてる。こんばんは。これ桜じゃないね。桜咲いてねえかもな、もしかしたら。すごい絶景なんだよ。もう見た時感動したんだよね。なんかその桜の花見スポットじゃないんだけど、ただの道なんだけど、すごい絶景だったの。まだ早いのかな。もしかしたらまだ早いかもな。この花は何ていう花なんだろう。カナダさん、モクレンって花。モクレン。はぁ、詳しいね。モクレンって言うんだ。綺麗な花だね。咲いてねえかな。まだ咲いてねえか。桜って咲くのいつぐらいだっけ。これ完全に間違えたかも。うん？花見ると癒されるよね。自然っていいよね。あのね、多分咲いてないっぽいな。多分まだ咲いてねえかもしんねえわ。もしかしたらごめんかも。ごめんなさいかもしれねえわ。完全に咲いてないでしょ。もうね、神田川沿いに咲いてる、これ川なんだけど、神田川なんだけど、こうブワーって桜になるんだよ。だけどね、これが多分桜なんだけど、全然咲いてないんだよね。これ桜だよな。だからね、完全につぼみすらないから、桜、これ桜かな？しだれ桜っていうの？この川沿いにさ、川沿いに木がブワーって垂れ下がってんの分かる？川に向かって。これ桜？まだ咲いてないのかな？桜がブワーってね、道中に。これ桜じゃないのかな？そう、俺、花のあ、これ桜咲いてる？あ、まだつぼみだわ。ごめん。まだつぼみだわ、ほら。これ桜だ。ごめん。一個二個とかしか咲いてない。ほら。
ああ、これ桜まだ咲いてねえな。早すぎたな。申し訳ない。早すぎたわ。申し訳ない。桜まだ咲いてねえわ。ちょっともうちょっと歩いてみようか。これは失敗した。川沿いにね、ブワーって桜のアーチになるんだけど。やっちゃったな。桜、あー綺麗。木に、これ桜だ、ほら、みんな。ほら、木に、これ桜だよね。うん、これ神田川、これ桜だよね。木から生えてるんだけど。桜だよね、この木。まだ咲いてねえわ。木から生えてるポンっていうのはちょっと咲いてるけど。これ桜だよね。多分。これくらいしか咲いてねえな。申し訳ねえ。これがね、満開川中にブワーって桜、もうピンク色に染まるんだよ。で、神田川が、ごめんね。神田川一面にね、桜が落ちて流れてくの。川が。花びらで、ね、毎、もうこう、ずっと川に花びらがね、ずっと舞ってて。ちょっと早かったか。申し訳ねえ。東京遅いね。あ、にゃんこだ。にゃんこいた。梅はこの時期か。これも桜か。あー、咲いてないわ。これ桜だよね。そうだね。これ桜だよね、咲いてるの。もうちょっとだね。これ桜で合ってる？みんな。これ桜だけど、まだちょっと、ポツポツって咲き始めだ。あー、もったいない、もったいない。これ桜だよね。つぼみだね。だよね、桜だよね。全然咲いてねえわ。駅前のなんか早咲きの桜は咲いてたから、もうそろそろかななんて思ってたんだけど、間抜けだな。間抜けですよ。これダメだな。桜全然咲いてないもん。ごめん。全然咲いてなかったわ。どうしよっか。どうすっか。あ、これが花水木っていう木なんだ。薄紅色の乾いた君のね、だよね。何にも咲いてないからわかんないけど。これが花水木なんだね。そうだね。まあでも、たまには夜の散歩も楽しいね。桜舞い散る中に忘れた記憶と君の声が戻ってくる。二人約束したあの頃のままで。ゆるりな。あとありがとう。そうそう、この辺に住んでたんだよ。懐かしいなぁ、この辺に住んでたんだよ。超懐かしいわ。少し歩こうか。
懐かしいな。そこのセブンイレブンでよく買い物したな。どうしよっかな、どこ行こうかな。東京のさ、新宿の夜景が綺麗なんだよ、ここの端から見る。綺麗でしょ。すごいよね、摩天楼だよね。あのビル群の方が家の方なんだけど、ちょっと外れるとね、なんか、あーなんか勝ち組の人たちの生活はあそこにあるんだなっていう。そう、新宿のビルが密集してるっつってもほんの一部なんだよ、このワンフレームに収まるぐらい。あ、西新宿ね。なんかここの風景見ながら、俺生活保護だったからさ、あーって全然違う世界だなーと思って。そう、ホームレスじゃない、これはもう生活保護、この時は受けてる時。このね、夜景見ながらコンビニ夜中行く時になんかすげーなーと思って。なんか俺は今ね、あの生きるか死ぬかでね、何にも生きる希望を見出せないままだけど、あそこでキラキラした生活を送ってる人いるんだなーとか思って、よく眺めてたよ。うん、懐かしい。ラトゥール綺麗だよね。そうだね、いろんな景色がね見れるからね、うん、楽しみだよね。どんな景色が待ってるんだろうね。楽しみだね。楽しみと怖さが半分半分でいい。毎日それがでかくなったり小さくなったりしてるよ。恐怖が勝つ日もあれば楽しみが勝つ日もあって、不安とね、お、さあここだ。これが咲き乱れるんですよ、この木が。この木が桜一面になるの。これを見せたかったんだけど咲いてなかったわ。この木が、街灯に照らされる木がまだつぼみだけど、これが桜がねブワーッと咲き乱れるんだよ、川に落ちるように。あー咲いてないね、残念。これを見せたかったんですよ、こっからの風景。この川一面をねブワーッと桜が咲き乱れるの。こっから先全部の木が。暗いから伝わりづらいかな、暗いからわかんないかな、ごめんね。そう、ダメだったね。こんばんは、あや。いいスポットだったんだけど桜はまだだったね。こんばんは、ケニーさん。アイワドツ、来週は咲いてるかな、どうだろうな、わかんないな。俺旅に出るのはあれだよ、あの来週からだよ。ちょっと難しいね、ちょっと今日は咲いてないね。神田川、神田川、神田川ですよ。そう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 、北新宿の方の神田川だね。北新宿の方、うん、そう、ここはね、あの写真家とかもね、写真家とかもここで写真撮影すると
いうところ。うん、北新宿の方。キニーさんこの辺に住んでんの？ダメでした、ごめんなさい。桜は咲いてませんでした。帰りましょう。キニーさんどうぞ。この辺に住んでんの？マジだ。帰ります。残念ながら桜はつぼみでした。どんまいだね、ごめんね、期待してくれてた人。桜は咲いてなかったわ。ケニーさん、あんた今日は寒くないかね？ちょっと寒いよ。うん、ちょっと寒い。英語さん、目黒川も咲いたら綺麗ですよね。綺麗だよね、川沿いの桜は。来週あたりは満開か。うん。あや、何？滞在するの新宿なの？東京っつっても、どの辺に何宿取ってんの？新宿近いんだったらね、観光案内するよ。時間が空いてるなら。俺も4月10日から旅に出るから。うん。そうですね、4月10日から全国の旅に、捨て頃の企画で一回戻ってきますけどね、東京には。まあ、企画とかの時は、ちょっと旅を中断っていうのは申し訳ないけど、しますね。あ、そうなんだ。オッケーオッケー。連絡ちょうだい、空いてる時。一人旅だね。うん。まあ、わかんないけど、リスナーさんがね、しばらくついてくわとかも全然参加 OK で、木の実木のままでやろうと思ってるけど、まあ、車で送ってくれる人もいたら、ぐるーっと回ってもらったりとかさ、県内を。いろいろ旅しようと思ってるね。ぐる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 回ります、僕は。いや別に普通に会えばいいじゃん。普通に飯食おうよ。嫌なの。別にドアノブ先輩でもいいけど。
こんばんは。すごいよね、9兆だもんね。なんか秒速で億とか稼ぐんじゃないの。意味がわかんないよね。もうお金絶使う方が難しいもんね、そこまで行くとね。生きてる間に全財産使えないもんね。でも知ってる？ジョブズが残した最後の作品、iPhone じゃなかったんだよ。スティーブ・ジョブズが残した最後の作品みんな知ってる？俺感動したんだよね。死んでもまだジョブズの意志は生きてたんだよ。やっぱスティーブ・ジョブズ大好きだわ。彼がね、死ぬ前に計画してついに実行されたことがあるんだ。あ、そうなんだ。まあ時間があったら連絡ちょうだいよ。別に住所だけ知りたいんだったら送るから。知らない？実はね、アップルの本社、アメリカのアップルの本社で検索してごらん。マジビビるよ。ジョブズが最後に設計したのは、そのアップルの社員とか、そのアップルを好きな人たちの国を作ろうとしてて、宇宙船みたいなデザインなの。やばいよ。そう、ジョブズが残した遺産、すごい金を投資したらしいよ。もうデザインが半端じゃん、かっこいいから。そう、検索しような。アップルの、新本社とか、検索すると出てくるよ。国だから、あれ。もうあれ移動するよね、完全に。感動するよね。俺も見てびっくりしたもん。天才ってこういうことなんだなと思った。死んでもなおね、ビジョンを残して去るっていう、夢を残して去るんだよ。まあ、あれくらいのね、ものを作るんだ、何兆円とかかかるよね。あれ空飛ぶでしょ絶対。あの本社、フリーザの宇宙船みたいな感じだね。天才ってこういう人なんだなってつくづく思った、あれを見て。なんかカメラの設定おかしいな。ヤーさん、宇宙船ノアの箱舟だな。もう完全にノアの箱舟だよね。完全にノアの箱舟。戻った。川上って誰？あ、川ごめん。ですけど、最近下手になってるね。なんか、川ごのものまでめちゃめちゃうまかったんだよね。いや、だから、僕らがやろうとしてるのは、って。ちょっと似てねえな。最近動画見てないからな、川ごの。結構似てたんだよ。そっくりって言われたもん。宮崎に怒られたのはあれはもう、でもね、あれカワンゴ悪くないよ。カワンゴは空気読めないだけだもん。いや、もっと似てたんだよ。めちゃめちゃそっくりだったんだよ俺。カワンゴとひろゆきの対談みたいな、なんかコントやってたんだよ。超似てるって言われたもん。モノマネ、なんか変なポイントつかむのうまいよね俺。やば。太陽光であれ動くんだ。すげえな。化け物だな、ジョブズ。全部太陽光。もうヒッピーの考えそうなことだよね。もう夢の王国でしょ、あれ。ノアの箱舟だよ、ほんと。すごっ。でもね、宮崎駿の河湾子は超かわいそうと思った。でもあれね、上場企業の会長なのによくあれ OK 出したよ。うん、宮崎駿立てたわけじゃん。あれね、普通の上場企業の会長だったらあんなの絶対出さないよ。NG 出すから、ふざけんなっつって、こんなカットしろっつって。
あんだけ権力持ってるのに、使っていいよって言ったのは、俺は、看護尊敬っていうか、かっこいいことしたなと思ってるよ。味はさらしたけど、男だなと思った。そうそうそう。だけど、恥さらしって見えちゃうけど、実はその上場企業の会長クラスでその決断をできるっていうのは、俺はかっこいいことだと思うよ。だって宮崎駿の意地悪さとか、あの狂気みたいなものをさ、テレビは今まで描けなかったんだもん。なんか優しいいいおじさんみたいな描き方してるけど、あの宮崎駿ってもう偏屈親父じゃん、世界が誇る。そう、あんな気難しい人いないんだから。まあ、誰かが止めるべきだったよな。あのプレゼンテーション用意したの鈴木敏夫なのにさ、鈴木敏夫もお前、なんか、こんなのダメだよみたいな、こんな仕事組みたくないとか言って、俺、鈴木敏夫超悪いやつだと思ったもん。あれ、カワンゴが恥かいたっていうよりも鈴木敏夫が悪いやつだなって思ったよ。そう思わない？絶対さ、宮さんにポンプしてさ、漫画描かせようっつって、お前なんか新しいの持ってこいよっつってカワンゴが持ってきたんだよ。で、鈴木敏夫は絶対それ見てたんだよ。で、いいね、宮さんに見せようよって言って、いざ会議になったら、こんなのとは仕事を組みたくねえなとか言って、いや、手のひら返しでしょ、完全に。俺、鈴木敏夫らしいなと思ったよ。うん、鈴木敏夫は嫌われ役だからね、しょうがないよ。鈴木敏夫がいないとさ、成り立たないんだから。あの人がいなかったらジブリこんなにでかくなってないからね。ビジネスとして成功させたのは鈴木敏夫だよ。宮崎駿、高畑勲じゃもう無理よ。作家なんだからあの二人は。なおさんフォローありがとう。金引っ張るのは鈴木敏夫の仕事だからね。だから宮崎駿めちゃくちゃ言うじゃん、企画書出して金をできるだけ引っ張ってこいとかさ、スタッフを全員呼び戻せとかさ。その宮崎駿の無茶ぶりに応えるの鈴木敏夫だからね。すげえよな、すごいコンビだよあれ。両方とも人間じゃないからね。思想が違うのに、そのお互いの目的のためにがっちりタッグ組んでるのは俺かっこいいと思うよ。絶対思想的に相入れないもん。お互いさ、ほら、あの、なんつーの、なんつーの、ビジネスマンっていうか、ビジネスマンともうクリエイターでしょ。だけど尊敬し合ってるの、あの二人。利用し合ってるっていうか、それがすごいなと思う。奇跡的なコンビだよね。両方ともね、二人いないと成り立たないっていう、あれが仕事なんだよ。あれが本来の仕事なんだよ。できないことをぶん投げるっていう、こいつだっていうやつにもう投げちゃう。これコーヒー50円で買った。へえ、安っ。どこで買ったの？いいね。あれが仕事だよ。っていうかさ、新しくできたマンションが化け物みたいにできるんだけど、これどう思う？みんな、この新しくできたマンションのデカさよ。わかる？これ多分日本で一番でかいマンションでしょ。もう他のビルとかを群を抜いてでかくて、これまだ明かりついてないからあれだけどさ、これ全部部屋なんだぜ。マンションフレームに収まんないんだもん、こんだけ引きなの。精米所の近く？圭吾さん、西新宿タワマン。うん。完成した。完成してこの高さだよ。化け物みたい。化け物みたいなデカさだよね。いやーもうオークションでしょ。何億円するんだろう、一番上。何億円じゃ効かないんじゃないの？何十億だろうね。どんな人？どんな人なんだろうね。家近所だから、一日中張り込んでたらね、誰が住んでんのか見れるからね。
すごいよね。化け物だよね。どんな人が住むんだろうね。ヒカキンとかじゃないの。ヒカキンとかはじめ社長とかだよ。まあ社長は最低限だろうね。おお、いいだろう。いや、お前リバーサイドだからよ。おお、神田リバー。あ、夜景ピッカピカだからよ。おお、都庁丸見え。あ、ゆり子とか下だから俺より。ゆり子を見下してるの、ケビ。笑うわ。え？嘘。7分で特定？サメ島は強いな。すごいね。もう特定したんだ。なんで画像だ、映像だけでさ、映像じゃない、音声だけで特定ができるの？なんかもう、もうなんか、なんかあれでしょ、工作員かなんかやってるでしょ、もう。完全に。てか、鮫島さん、それ本業に生かしたら探偵業できんのにね。いや、全然怖いでしょ。なんか、なんなんだろうね。すごいよね。すごいよね。しかもね、なんかね、IP とか、なんとかを駆使すると思ってるじゃん、みんな。なんか、みんなが、なんかね、みんなはさ、その、すごい技術を使ってソフトウェアとかで特定してると思ってるでしょ？違うんだよ。俺聞いたことあるんだけど、人海戦術でしらみつぶしていくんだよ。動画の外配信の痕跡とか音とか、そういうの全放送を聞いて、ここだっていうピンポイントを山張って、あとはもう Google マップで戦い続けるんだって。すごいんだよ、もう。40時間ぐらいやるんだって、それを。狂ってるでしょ。そう、ただのもうなんつうの、寝ないでひたすらカチカチやるだけなんだよ。聞いたもん俺。いや、もう気合と根性だよっつって。すげえよな。ストリートビューをしらみつぶしていくんだよ。そう、あのスーモとかさ、不動産会社に電話していったりとか、ひたすら。どうやったらそんなことができんだよっていう。あの能力をビジネスに使ってたら億万長者になれるよ。あ、近くで今マンションの下に来たんだけど、こんな感じ。もう天井突き上げてんの分かる？角度的に。これ今真下なんだけど、真下なのね。そのさっき引きで撮ったマンションなんだけど、ぐーって行ってこんな感じ。上がもう真下から見るとやばいでしょ。角度がえぐいの。角度超えぐいでしょ。超でかいよこれ。意味がわかんないもん。なんでこんなのが立ってるんだみたいな。逆に人類すげえってなったもん俺。ピラミッド建設どころじゃねえよこれ。人類はここまで来たのかって。倒そうってどういうこと。発想がすげえな。戦うの俺あいつと。だってさ、顔と比べるとこういう高さだよ。真下から撮ってる感じだよ。倒すの発想はなかったわ、俺には。俺にはその発想なかったわ。さすが俺のリスナーだわ、狂ってるわ。倒すって。戦うっていう選択肢なかったわ。あの、今、ふわっちで。え、なんで？なんか、台本が始まったの？新しいイベントが始まったの？なんか。え、何それ？佐野、キレッキレだね。何それ？マジでキレてんの？何があった？荒れてんのか？え、何？チャンマン1位だね、今。何なんだろうね。便乗っていうか、あの人もマジの人だかんね。え、何なんだろう。話題に事欠かさねえよな、ほんと。
話題にこと欠かさねえな、マジで。なんでそんな炎上したがるんだろうね。でも、すごいよね。よっさんと佐野って揉めてないか、絡んでない一回も。一回も絡んでないか、そういえば。た、やり方がクラシックスタイルだからね。クラシックスタイルにもほんと程があるでしょ。英語さん、大阪で絡んでると思う。おー。大阪で絡んでるっけ。あんまり、なんか関連が深いって感じしないな、ヨッサンと、ルナちゃんは。鉄馬さん、ヨッサンの囲いが変なコメントしてるだけ。あの、ではなかった。なるほど。ピキらせようとしてんのか、ひまわりが。そうだそうだ、 OSG のメンバーじゃん。あれもなんだかよく分かんなかったけどね、 OSG OSG って言ってたけど、あれは何がしたかったのやっぱね、佐野はね、佐野はね、あれだよ、ちゃんめんはあのピンが一番似合うよ。 OSG か、 OSG とか言ってるけど、もうまとめる、まとめる気ねえだろみたいな。絶対あのピンの方が似合う。大阪さんのグループ。大体大阪の人じゃないかんね。他の人たち。おそまつげるげって呼ばれてんだ。いやー、沸かせてくれるよな。シャンマンがいない間辛かったもん。引っ張っていくの。シャンマンがいない間、その俺らじゃ役不足だったよ、やっぱり。まだまだ力が足りなかったよね。英語単位や今作っただけですわら。あ、そうなんだ、うまいね。おそまつげるげ。よいしょ、よし、家着いた。はい。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。